皆さんこんばんは。株式会社31チャンネルです。イエーイ。本日は、今、11時15分なんだけど、サウナを出たばかりだ。もう、喉がカラカラで死にそうだ。だから、湧き水を汲みに行って、飲んでみようと思う。でも、その道のりは過酷だ。途中にテロリストたちがいっぱいいる。果たして俺は湧き水のとこにたどり着けるのか。それでは行ってくる。動画を楽しみに。最悪だ、道が混んでいる。喉が渇いて死にそうだ。早く湧き水にたどり着かなくては。パチンコ屋が俺を呼んでるぜ。でも今は一刻も早く水だ。昔はよく通った道路だ、ここも。自転車でよく走ったな。ここにも野菜の特売所があるぜ。さすがにトウモロコシは売ってなかった。野菜で水分を補給するか。でも水がないと今後も生きていけない。やはり水まで我慢すべきだ。やばい、後ろから誰かが迫っている。これは俺を狙っているのか。大手川にたどり着いた。ここの水を飲んでもいいが、腹を壊して寝込むのはごめんだ。早く早く俺に水をくれ。喉がカラカラで飢え死にしそうだ。いきなりカメラが高温注意と出て動画が止まってしまった。なんだ、ここは灼熱なのか。やばい、もう少し先にテロリストのアジトがある。ここは迂回を選ぶべきか、それともそのまま突き進むべきか。でも俺の喉はもうカラカラ。やはりここは迂回をせずに進むことにしよう。俺は竜の水が飲みたいんだ。竜の水を飲んで竜になる。ちょっと自分でやってて恥ずかしくなってきた。今日この頃でかいカインズホームがあるな。カインズホームではない、カインズモールだ。カインズも名前が変わったのか。すごいな。そういえばもうじき県知事選が行われる。果たしてどっちが当選するのか。俺の中ではカーカツさんも教える。カーカツさん頑張れ。最近はイオンモールなんかでも投票ができるみたいだ。若者も買い物ついでに投票してみてはどうだろう。少しは静岡県が変わるかもしれない。私の車のコンピューターによると目的到着時間はあと30分だ。昔デートをしたこの家がこの辺にあるね。あの子は元気だろうか。可愛かったな。もう一度もう一度会いたいぜ。 YouTube 見てたら連絡してくれ。浜北だ。浜北も綺麗になったな。浜松の北にあるから浜北なのか。私には分からない。浜北森林公園があるな。そこにはアスレチックというものがあるらしい。今度は3人でアスレチックをしに来るぜ。前に見える山にあるのか。俺の求めている湧き水は。俺の体力もあとわずか。早く水にたどり着かなければ体が冷やがってしまう。やばいやばいやばいぜ。また信号が赤だ。こういう時に限っていつも信号が赤だ。みんなも経験したことがあるだろう。急いでる時に限って信号が赤だ。でも今日は全く急いでいない。都立行くのは会社がいっぱいあるところだね。次の信号は右方向です。ありがとう。
右方向です。ありがとう。すごいぜ、道がいいな。フルーツパークだと。フルーツパークにはフルーツがいっぱいあるのか。フルーツをいっぱい食べてもいいな。デブにはちょうどいい。すごい上り坂だ。不審者警戒中。俺のことか。みんな俺を警戒してるのか。確実に不審者だ。また出たな、不審者警戒中。みんな俺を警戒してるのか。俺も警戒してるぜ、お前たちを。そろそろじゃないか。湧き水がどこにあるのかわからない。なぜなら一度も来たことがないからだ。なんだここは。みかん畑か。秋になれば実るかもしれない。ゴミ捨て禁止。こんな綺麗な森でゴミを捨てる奴がいるのか。それは許せないね。滝沢町に入って明るい挨拶、健康な里だ。こんな綺麗な森の中に不審者が出るというのか。それも困った話だ。今度は打って変わって下り坂。やばい、エンジンブレーキを効かせないとブレーキが効かなくなってしまう。やばいぜ、やばいぜ。どこなんだ目的地は。およそ700メートル先、右方向です。右方向なのか。本当にあるのか、こんなところに。俺の求めてる水源は。こんなにエゴエゴ行くと寄ってくるぜ。また登るのか。登って下って登って下って、まるで俺の人生みたいだ。まもなく右方向です。その先200メートルで右方向です。こんなところに右に入る道があるのか。右方向です。でもこれ左と書いてあるぞ。左ではないのか。洞窟の里、間違えたぜ。ここはやってなかった。言うてんだ。およそ400メートル先、右方向です。400メートル先、右方向だ。U ターンしなくても良さそうだ。ヘリポートがあるな。ヘリに乗っていくか。ヘリに乗っていくほどの距離ではねえ。ここか。1.3 キロと書いてあるな。本当にあるのか。誰もいないぜ。変なとこから声を出しているせいか、頭が痛くなってきたぜ。これはもしや脱水の症状なのか。果たしてこの変な声のせいなのか。どっちだ、どっちなんだ。走行注意、走行注意してるぜ。左なのか。なんか左っぽいぞ。左ではないのか。違うか。左だな。およそ500メートル先、ナビを無視してやったぜ。でも波通りに行った方がいいと思う。多分 U ターンだ。ナビは U ターンを促している。でも俺はしない。なぜならそこに道があるからだ。やはり違っていたのか、道が。でも車がいるぞ。すいません、ちょっと聞きたいんですけど、湧き水ってどこなんですかね。はい、山奥まで来たんだが水源は休みだって。しかし道を聞いたお母さんがたまたまそこで働いてる方だった。なので私はその湧き水をこんなたくさんお母さんにもらってしまった。なんてラッキーなんだ。お母さんありがとう。宣伝してくれと言われたので宣伝しておくぜ。その水の名前は、今カメラを撮っててわからないが、下にテロップで入れとくぜ。それではお母さんにもらった水をいただいてくぜ。もう喉が、もう喉がカラカラで死にそうだ。しかもお母さんからもらった水は
キンキンに冷えてやがる。キンキンに冷えてやがるぜ。なんだこの美味しさは。軟水だな。まろやかだ。すごい。体に染み通っていく感じだ。なんて美味しいんだ。今日の夜はこれで焼酎をいただくぜ。長い間ご視聴ありがとうございます。皆様チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それじゃあなみんな、バイバイ。